港区立六本木中学校は東京都港区六本木六丁目に位置する区立中学校。1998年4月に港区立城南中学校と港区立三河大中学校が統合する形で創立された。1998年に開校。現校舎は2000年に竣工した港区では初の全国的にも珍しい教科教室型校舎である。 実技科目以外でも、教科ごとに教室移動をする仕組みであり、修行、修行時のチャイムは鳴らされない。このため、生徒は時間を意識して行動することが求められている。しかし、四代目校長の意向により、教科教室型、ノーチャイム制は廃止された。授業では、修塾度別授業や少人数授業を行い、学力並びに進学実績の向上を目指している。 また大手進学塾と提携して土曜特別講座として補修授業を実施している。港区内の学校選択制においては人気校の一つとして位置づけられている。近隣各校と同様に中学校入学時から越境通学する生徒の割合も高い。球場南中学校後の現校地には富士津第3校場があった。毎月第3金曜の早朝には ボランティア活動として、生徒、教職員、保護者による地域清掃が行われている。もともとは、旧三河台中学校が行っていた活動であり、現行舎に移転してからは、学校周辺や麻布十番商店街入り口付近を中心に行っている。教育目標人権尊重の精神を基調とし、グローバル化する社会の中で、知識基盤社会に、 主体的に対応できる知性と感性に富み、健康で人間性や、国際感覚豊かな六本木中学校の生徒を育てる。自主自分で考え、判断し、行動できる人、勤勉何事にも真面目で一生懸命取り組む人、共生から互いの違いを認め、助け合って生きることのできる人生徒数と、教員数高化1998年に後期と共に制定される。 作詞は西田修一。作曲は段育馬。校舎前日の通り、各教科ごとの教室に分かれている。各教室前にはフリースペースと呼ばれる部分があり、調べ学習での発表等に利用されている。給食は六本木ホール、多目的ホールに集合して行われている。屋上には太陽光発電装置があり、本校の電源の一部として使用されている。 制服標準服として定められているのは、男女共に上着は、紺のブレザー、白のポロシャツである。制服の指定はしていないが、平成23年度よりベストとセーターの指定ができた。開校当初は標準服が定められておらず、暫定的に私服登校が認められていた。住所別通学区域出身、者架空の人物、遠隔東京都立駒場高等学校。 皆特長記者会見資料2018年7月12日閲覧。皆区立六本木中学校教育目標。東京都教育委員会。令和元年度公立学校統計調査報告書。統計表。2019年10月24日。2019年11月12日。閲覧。ありがとうございます。